白根町は、かつて、山梨県中駒郡に存在した町である。平成の大合併以前の山梨県における町の中で中道町、串形町、厚生町、四季島町、上野原町、白州町、川口小町とともに数少なく、町と読む自治体であった。山梨県の中央部、甲府盆地の生誕に位置する。横長の町域で、町域西部は、 駒山地に属し、東部は釜梨川、御台川線上地で、支流であるおい尾沢や塩川が五直市川と合流して、投流する。町域西部は、集落が乏しいが、東部の平野部には、集落が展開し、桃、すもも、桜んぼ、ぶどうなどの果樹園や宅地となっている。町域を南北に、国道52号が通過する。北は五直市川を境に、 新ら市と接し、戦場地の北東端を占める八田村とも接する。東は釜梨川を境に中駒群竜王町、昭和町に接し、西は足安村と接する。南は串形町、若草町と接している。西郡地域は釜梨、五直市川の氾濫源であるため水害の常習地で、町域に分布する、高古遺跡は東部では希迫である。 遺跡は、長遺西部の五直市川上流に集中しており、縄文時代中期の月山遺跡や、メッシ来遺跡、上諏訪のお月穴古墳や在家塚の金山塚名がある。横穴式石室を持つ、後期古墳も見つかっている。古代の律領制下においては、駒群に属していたと思われるが、否定境はなく、旧八田村と共に、俗日本期、上は2年4月上に見られる。 桂原ラハ神に与えられた場合や空間地に属していたと考えられている。平安時代には、大塚遺跡や石橋北屋敷遺跡、埋葬された馬骨や海木書土器などが出土している、都土遺跡などの集落遺跡が見られ、大嵐には平安期の京塚である、全能寺京塚がある。中世の在地領主も不明であるが、平安時代後期には、海、源氏の一族が、 盆地各地へ土着し、盆地西部では、鏡市が台頭した。そのため、町域も、鏡僧を本拠とした鏡市の影響下にあったとする、指摘もある。南北朝時代には、太平記によれば、関納元年、足利将軍家における内紛から発展した、関能の城乱と連動し、鎌倉府では、関東関連の孔子冬と、上杉憲りが対立しておいた。 武蔵国から海へ逃れたモロフ冬は、大嵐のスタク城で牢城し、城主のいつみまごろく入道と共に抵抗し、翌年には廃止している。このことから、いつみの支配も及んでいたと考えられている。戦国時代の永正十七年には、上、諏訪付近で、海の国主、武田信虎が反対するいつみ大石ら黒人勢力を撃破した合戦が行われた。 時代の春の部時代から近世諸島にかけて治水事業が施され、将棋頭や石積みでなど治水施設も分布している。また、隣接する旧八田村には武田家臣金丸氏が到着し支配を及ぼした。町域は近世まで玄七号と呼ばれる離水に乏しい干ばつ地帯であったが近世には徳島関の開発が行われ町域の一部で 水不足が緩和される。江戸時代後期には西の村に教学である小聖堂が設置された。同書は、爆心で受学者の松井関西が教授を行ったことでも知られる。西の手習い書は、明治期の学生改革により、小学校となり、現在の南アルプス市立白根東小学校となっている。明治初期から大正時代にかけて、農業用水、 飲料水確保のため野呂川疎水問題が繰り返し県に対し陳情されていたが、戦後には1951年から4期務めた天野久差し県政機に野呂川総合開発として本格的な実行に至る。これにより1956年には早川流域の総合開発により飲用水問題が解決し、さらに昭和35年には野呂川上水道の完成により、 原の名号地域における長年の水不足が解消される。また、1965年には、国営事業である釜梨川右岸地域における土地改良事業が行われ、徳島関のコンクリートによる護岸工事の実施や、釜梨川からの取水口の改修調整地による貯水、スプリンクラーによる乾水など一連の事業が行われ、多くの畑地が開発され、戦後には、 家樹栽培の基盤にもなった。1925年には、甲府電車機動株式会社が開業し、甲府から青柳へ至り、梶じか方面へ通じる山梨交通電車線が開設され、1937年に全線、開通した。山梨交通電車線は開国橋を渡り、町域を通過し、春新王冠と交差して南下し、小笠原へ通じていた。戦後は、 バス交通により衰退し、1962年に廃線となる。近代には、タバコ栽培が衰退し、代わって養蚕が普及する。戦後には、養蚕から、桃、サクラんぼを中心とする果樹栽培、観賞用植物の栽培に転換した。県指定有形文化財県指定有形文化財県、指定有形文化財,県指,文化財県指定天然記念物などを、1913年に、 全農寺教塚から平安時代の教頭等が発見されている。山梨県立白根高等学校高速道路一般県道道の駅。ありがとうございます。